まあ、しょうがない。ドミンゴ。ドミンゴって、ドミンゴ STI とかさ、ネーミング的にはプって笑う。笑っちゃいけないんだけども、笑わせるかもしれないけども、一定数の需要があると思います。あります、需要は。はい、どうも、こんにちは、こんばんはです。今日のネタは、ちょっと今なんか、ツイッター界隈で聞いたんですけども、なんかね、ロッキーが、スバルに多い M で供給されていくらしい。で、そのネーミングがドミンゴだと聞いて、ちょっと、驚くというか、あーという感じなんですけども。というのは、まあ、以前から、ダイハツが、ロッキーをトヨタに供給してライズになった。で、ということは、スバルにも供給するんじゃねえのって話は以前からありました。ところが、まだ、最初の頃は、スバルはその気がねえという話でした。で、まあ、どっちにしても供給するんじゃねえかって思われていた節がありますけども、それがなんか今、どうやらそうなるんじゃないかという今、情報をちょっと小耳に挟みましたので、ちょっと動画にしてみます。まあ、画像はまだ、これ多分ない。なんかネットで拾った画像なんですけども、フロントのグリルにスバルのマークがない。なんか無理やり消した感じの、画像が出回ってますよね。で、私も以前、去年かな、になんか冬場にそういう動画を出しました。当時まだハイブリッドが出るか出ないかわからないという時に、まあ、ハイブリッドに関連する、まあ、動画を出した時に、ちなみにスバルのマーク、6連星のマークをつけたロッキーは、こんな感じになるんじゃねえかと、全然、違和感がないっていう感じの、まあ、画像を作ったんですけども、どうでしょうか。で、そもそも私がロッキー買うきっかけは、まあ、もともとスバル乗ってて、フォレスターが好きで、フォレスターに結構スタイルが似てるなーっていう感じで、まあ一応買ったんですけども、で、当時から言ってたんですけども、スバルにロッキーが出れば、スバルからそのロッキーの追い、M の車を買うんだけどなーって、思ってたんですけども、それが結局当時は出なくてと。で、今、やっとこの年になって3年目かな、出てくるんじゃねえかという今情報になりつつあります。で、以前ですけども、スバルの、まあ、いつも出入りしていたそのディーラーさんで、そのまあ、ちょっと聞いたんですけども、そこの販売店の客で、どうしてもロッキーが欲しいという客がいたんだそうです。で、そこはまあ、スバルのディーラーっていうか、サブディーラーなんで、スバルじゃないメーカー、まあ、ダイハツとか、まあ、トヨタも、なんなら、取り寄せができると。というわけで、そのスバルのサブディーラーさんのところで、ダイハツからロッキーを取り寄せる。で、まあ、そのお客さんに販売をする、ということを言ってました。で、その時に、実は、うちの車、ちょっとまあ、なんだろう、あれ、オイル、ん?タイヤ交換かなんかで、ちょろっと出したんですよ。それはなんか、そこの販売店さんの、その整備の方が、なんか、ぞろぞろと、どうやら、うちの車に興味があって、あ、これがロッキーかと、ドラドラって言って、ジャッキで、上げて、あちこちを舐めるように観察していた、という話を聞きました。それだけ、まあ、いっぱい、スバルとダイハツの、まあ、関係も近いんですよね。で、とりわけ、その、スバルの本社は望まないけども、スバルの車を買っているお客さん、客層で、高い車ばっかり買うお客ばかりじゃなくて、その軽とか、それぐらいを買っていた客の中にも、まあ、その、ダイハツからの OEM、その、トールとか、ルーミーとかなんかありましたよね。ダイハツはあれトールかな?で、トヨタ、ルーミー、タンク。で、今、ルーミー統一。で、スバルにジャスティという懐かしいネーミングで、ダイハツから OEM で供給されているはず。なので、ジャスティと来てドミンゴ。ドミンゴ。ちょっとジャスティのイメージ、今画像なんか出してますけども、ジャスティといえばこういう感じの、まあ、ファイブドアかな、コンパクトなハッチかな、あれ。
4駆で 1.0 の車だったはず。 1.3 とか2とかね、コンパクトリッターカーの4駆で、ドミンゴっていう車は、これは何、サンバーベース、サンバーディアスベースっていうか、おそらく 1.0 の車体、ドミンゴが何かのベースに、サンバーディアスが何かのあれを乗せたと。で、ドミンゴってあって、結構人気だったはず。サンバーのようなちっちゃい箱車で、1.0のリッターカーで4駆と。なので、4駆の人の性能もいいし、安定性もあるし、長距離もまあ安定すると、系統違うと。という感じで、ドミンゴっていう車の、まあ、イメージがありました。それが今回、なんかどうやら、ロッキーの OEM で、ドミンゴっていう名前を使うみたいです。まだ、これ確定じゃないと思うんだけど、まあ、なんかそういう情報が出回って、なんか、なんか聞かれるっていうか、どうよって感じなんですけども、どうもこうも、今更って感じもするんですけども。で、これ、去年だかおととしだかの動画でも言ってるんですけども、1.0の、4駆ターボをスバルに供給して、OEM 出して、それを STI でチューニングしてくれと。で、ターボだからちょっとターボいじって、足回りもいじって、GR ライズみたいな感じで、名前、じゃあ今回、まあしょうがない。ドミンゴ。ドミンゴって、ドミンゴ STI とかさ、おかしな車、おかしなバランスなんだけども、間違ってもハイブリッドはないと、ないというか、ハイブリッドのドミンゴ出してもどうなんだろう。買う人、まあ、いると思うけど、青森では売れないよね、FF はね。あれもし、電動四駆、四駆版のロッキーのハイブリッドを、そのスバルにも供給するんだったら、これは大変なことになるんだけども、まだそのタイミングがないと。今は多分、ガソリン車1.0のターボと1.2の NA と、ハイブリッドもかな、ちょっと出すんだろうと思います。で、多分、売れ筋は1.0のターボ4駆ですね。1.2の NA4 駆。これがまず、地方の農村系、豪雪地帯の人はみんなこれ買うでしょ。おそらく、スバルの販売店から。サンバーとか買ってたお客さんがまだいるんだよね。というわけで、ドミンゴが、ロッキーがスバルに OEM で供給されて、ドミンゴっていう車出しても、まあ、ネーミング的にはプッて笑う。笑っちゃいけないんだけども、笑わせるかもしれないけども、一定数の需要があると思います。あります、需要は。名前がちょっとあれなんだけども、まあ、スバルのマークがつくと、絶対フォレスター持ってる人が、まあ、もう一台買うかっつって、そのドミンゴ買うんですよ。で、フォレスターと、おそらくね、現行フォレスターを乗ってる層がもう一台買うか、軽の代わりに、ドミンゴの4駆を買うと。1.0のターボ4駆買って、で、並べて、これちょっとカスタムするが、つって、フォレスターのパーツみたい、まあ、サイズ合わないか、フォレスターっぽいカスタムパーツを出して、顔をフォレスターにしちゃうっていう輩も出てくるはず。絶対いますよ。と思います。